ハロルド・ルイス・コールマンは、アメリカ合衆国ミシシッピ州レフロア軍、グリーンウッド出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB デトロイトタイガース参加所属。2005年の MLB ドラフト28巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名されたが、ルイジアナ州立大学へ進学した。大学2年時にアンダースローから、サイドスローへのフォーム変更が功を奏して成績が、向上。 2008年の MLB ドラフト14巡目でワシントンナショナルズから指名されたが契約には至らなかった。2009年のカレッジワールドシリーズでは胴上げ投手となった。2009年の MLB ドラフト5巡目でカンザス式ロイヤルズから指名され7月9日に契約した。契約後、参加の A 級バーリントンビーズでプロデビュー。4試合に登板後8月に a 級ウィルミントンブルーロックスへ昇格。a 級ウィルミントンでは10試合に登板して3勝1敗、1セーブ、防御率1.26、22奪三振を記録した。2010年は a 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズで開幕を迎え、21試合に登板。2勝1敗6セーブ、防御率2.09、55奪三振の成績で、7月に、 トリプル A 級オマハロイヤルズへ昇格。トリプル A 級オマハでは21試合に登板して5勝2敗、1セーブ、防御率2.23、48奪三振を記録した。2011年はトリプル A 級オマハストームチェイサーズで開幕を迎え、6試合に登板後、4月21日にロイヤルズとメジャー契約を結び、同日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビュー。 二点ビハインドの7回表から登板し、2回をにアンダム失点に抑えた。その後はシーズン終了までリリーフに定着し、この年は48試合に登板して1勝4敗、1セーブ、防御率2.87、64奪三振を記録した。2012年2月22日にロイヤルズと1年契約に合意、3月29日に トリプル A 級オマハへ配属され、開幕を迎えた。4月15日にメジャーへ昇格。リリーフとして7試合に登板していたが、5月5日にトリプル A 級オマハへ降格。5月17日に再昇格し、敗戦処理として9試合に登板後、6月13日に再びトリプル A 級オマハへ降格したが、18日に再昇格した。 しかし同日のヒューストンアストロズ戦で2回を5安打後、失点と救援に失敗し、6月20日にトリプル A 級オマハへ降格した。なかなかメジャーに定着できなかったが、7月4日のメジャー昇格後はリリーフに定着。この年は42試合に登板して、防御率3.71、65奪三振を記録した。 2013年3月2日にロイヤルズと1年契約に合意。3月28日にトリプル A 級オマハへ配属され、開幕を迎えた。5月23日にメジャーへ昇格し、4試合を全て無失点に抑えていたが、6月4日にトリプル A 級オマハへ降格。7月8日に再昇格した。再昇格後も高騰を続け、16試合で1失点。 防御率0.47を記録していたが、8月28日に、ルーク・ホッチェバーが、父親3級リストから復帰したため、トリプル A 級オマハへ降格。9月3日に最小を隠した。この年は27試合に登板して3勝0敗、防御率0.61、32奪三振を記録した。2014年2月21日に、ロイヤルズと1年契約に合意した。 3月29日に指の怪我で15日間の故障者リスト入りしたため、開幕ロースターから外れた。4月9日に故障者リストから復帰。復帰後は17試合に登板したが、防御率6.27と振るわず、6月2日にトリプル A 級オマハイ降格。6月17日に再昇格したが、同日のデトロイトタイガース戦で失点し、6月22日に、 トリプル A 級オマハへ降格した。7月10日に再昇格したが、2試合で5アンダ4、失点と結果を残せず、16日に降格。8月29日に再昇格したが、プレーオフのロースター入りすることはできなかった。この年は31試合に登板して1勝0敗、1セーブ、防御率5.56、24奪三振を記録した。 2015年4月2日に40人枠を外れる形でトリプル A 級オマハに降格し開幕を迎えた。9月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は4試合の当番に止まり、メジャーデビュー以来では初となる10試合未満の当番に終わった。しかし、失点はせずに防御率0.00で1勝を挙げ、 2013年から3年連続で無敗だった。2016年1月29日にイアン・ケネディの加入に伴ってリーフとなった。2月3日に自由契約となった。2016年2月19日にブランドン・マッカーシーの60日間の故障者リスト入りに伴い、ロサンゼルス・ドジャースと1年75万ドルで契約を結んだ。8月3日に 右肩の疲労で15日間の故障者リスト入りした。9月2日に復帰し、11試合に登板したが、ポストシーズンはアクティブロースターには入らなかった。12月2日にノンテンダー FA となった。2017年1月10日に新ンシナィレッツとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から、 参カのトリプル A 級、ルイビルバッツでプレーし、25試合に登板して2勝1敗、2セーブ、防御率2.21、44夏三振の、好成績を残していたが、6月13日に、自由契約となった。2017年6月23日に、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、参カのトリプル A 級リノの英シズへ配属された。 8月3日に自由契約となった後、7日に再契約。9月1日に再び自由契約となった。2018年2月23日にタイガースとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加のトリプル A 級トレド・マット・ヘンズで迎え、5月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 この年は51試合に登板して4勝1敗、防御率3.51、41奪三振を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月24日に FA となったが12月5日にマイナー契約で再契約した。変則的なサイドスロー投手で奪三振率が高く、右打者に強い。平均急速時速 144km のホーシームと、 平均急速時速 140km のツーシーム、さらに平均急速時速 131km のスライダーの3球種を武器とし、基本球種をスライダーとする技巧派である。かつてはカーブ、チェンジアップなども投げていたが、2016年シーズン終了時点では投げていない。ありがとうございます。